初心者の初心者による初心者のためのクラクラ実況ということで,ううです今回はえー、っとですね闇の兵舎がねすごい強いということについて喋っていきたいと思いますまあまだこれダウンホール9にしないとアップグレードできないんですけれどもユニットの生産を見てみてくださいまずですねまあホグライダーをはじめとする、まあ、ホグライダーもあるレベル1ですけどもホグライダーはまず壁をジャンプして 壁を乗り越えるる機能がついているんですねまずこの時点で最強ですよねこのホグライダーはねそして一番やっぱりね気になるのがゴーレムですよ見てくださいこのヒットポイント4500、まあ、ダークリクさん450使うっていうのもあるんですけど4500でまあ毎秒、まあ、まあジャイアントぐらいの攻撃力だよっていう、まあ、ヒットポイント4500ってどういうことかっていうとあのジャイアント1体の攻撃力 を見てみるとジャイアントレベル5の攻撃力を見るとあ違うヒットポイントを見ると670なんですよね670ですよあんだけ硬いジャイアントや例えばペッカペッカ2800ありますけどペッカとかもの相当硬いのにそれをあっねそれを凌駕するね4500もう <laughs> この防御力はやばいですだからこの、まあ、ゴーレムも使うやつはやっぱりゴーレムも出しといてその後ろからウィザードでこう。 どどんどん破壊ししてていいくっうう感じでしょうねさらにこいつ特殊能力を持っていてですねまさかのまさか小型ゴーレムを生,産す生成すると小型ゴーレムはゴーレムから生まれますゴーレムが破壊されると小型ゴーレムになる戦闘を続行しますということであのー、ゴーレムが破壊されると小型ゴーレムに分裂してですね1体ヒットポイント900となってなんかもう分裂しちゃうんですよもうこれ本当に本当に強いですよね もうね上,位上位者のプレイを見てみるとやはりゴーレムを10体ぐらい出して後ろからウィザード支援であったりーもうまあやる人はいるのかわからないですけどゴーレムヒーラーみたいな感じも出てくるんじゃないでしょうかね。ということで今回は闇の兵士はね本当に強いということでもうこれもダメージ88のヒットポイント900ありますからねもうめっちゃ早くやはり闇の兵士は。 強いんでどんどん上げていきたいところですね。まあ、ダークエリクサーのため方についてはまあ他の動画上げているので、まあ、そちらをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。